そして10時台はくちみレディーが登場です。そんな今夜のメールテーマはまだまだ大人になれないなぁと感じた瞬間エピソードです。今回のアルバムは童話をテーマにしているそうです。そこで皆さんの大人になれないエピソードを紹介し、ゲストのお二人に童話チックなタイトルをつけてもらいたいと思います。なるほど、まあ、例えば、うん、雨上がり水たまりを見ると思わずダイブする癖が治らないとかね。おー、これに童話的なタイトルね。楽しみですね。なかなかハードル高いですねさてここからはトライバルスクエア、今夜のゲストにはこのユニットにお越しいただきました。それではどうぞ。こんばんは、プチミレディのゆうきあおいです。こんばんは、プチミレディの竹達彩奈です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ともお久しぶりです、ね、お久しぶりですね。お久しぶり。プチミレディガイドはそう、プチミレディガイド初、そうなんだね。個人個人では来て、うん、知ってるけど、お邪魔して、なんかもう全然でもなんか、あー、エジソンねぐらいの気持ち私も、お二人に会えるんだわーみたいなね、久しぶりみたいな気持ちが来た。なんか僕としては、そのニーヤの話題の時にだいぶゆきさん、話題に出るから何回も来てるイメージがあるんですよね。ちなみに、うん、私ニーヤ会の時、ちゃんとラジコで聞いたからよかった、ラジだ、さすがラジコで聞いた。何度もね、退場くらって、そうそうヤスモさんがね、そうそう、言いたいことも言えなかった、ね、言いたいことも言えなかった。日本ゲーム大賞優秀賞おめでとうございます。いや本当におめでとうございます。少年夜派も始まるし、もうね、世界が始まるんですよ。世界が始まるんですよ、ニーヤファンはね。よろしくお願いします。お願いします。ということで、プチミレディのニューアルバム、うん、プチミレッタが今週9月20日にリリースされました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。言っちゃった。ありがとうございます今回のアルバムのテーマが童話とのことなんですけれども、うん、どんな内容になっているんでしょうか。ちょうど童話だよね。え、なんだって、めっちゃ童話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 って言うと、めっちゃ、あ、なんかすごい童話、童話してる、ちょっと語彙力、童話が童話で童話してる、ふわっとしてる、童話してる、童話してる感じ、聞いてもらった方が、そう、早いかもしれない。じゃあお二人から曲紹介お願いします。はい、それでは聞いてください、プチミレディで僕のティンカーベル。あのね、プチミレディで僕のティンカーベルをお届けしています。はい、やっぱ元気出る ね聞いてたらね、なんかもう童話童話してましたね。やった、童話してでしょ、でしょ、童話ってましたね。童話って童話ってる、これが童話りですよ。これは俗に童話り、童話り、はい、癖になりますよね。嬉しい、はい、ということで、もう11曲収録されているんですよね、うん、そうなの、そうなの、うん、でもなんか前回のアルバムがそのカレンダーガール、うん、で曲ごとにテーマとなる月っていうのがあったんですけど、うん、今回もそのいわゆる童話ということで、うん、コンセプトが毎回すごいしっかりしていて、うんうんうん、今回の童話は、ね、誰が童話がいいって、うん、プロデューサー、プロデューサー、あ、意外と大人だな、ないの、嘘でも私たちがみたいな。いや、すいません、私たちプチミレディってチームがめちゃくちゃ仲良くて、はい、結構遊びに行くんですよ。そうなの、プライベートでも会うからね。そう、すごくいい意味で文化祭みたいなものを作ってて、で、なんか次ちょっとアルバム出そうと思うんですけど、うん、私童話がいいと思うんですよ。あ、いいと思います、いいと思います。何もね、あんまりと即答で、かわいいし、かわいいし、いいと思います、あ、それにしようみたいなね。いいじゃん、いいなーしっていうっていう決まり方、ね、でも大体そう、いつも、あ、そうなんですね、割と、うん、こんな曲が歌いたいとか、うんうんうん、あ、どうかね。でもなんか私たち毎回すっとこどっこい枠っていうのがあって、すっとこどっこい枠、今回のすっとこど、うん、これは割と王道か、すっとこどっこい、待って待って、すっとこどっこい、俺たちも普通に説明されてもすっとこどっこい枠はまず何のあれなのか、なんかすっとこどっこいな曲、そうそうそう、すっとこどっこいな曲を必ず1枚に1曲は入れようって言って選んでるんだよね。そう、これとあとはラブレターフロムカフェやって曲があるし、それがむちゃくちゃすっとこどっこい、そう、すっとこどっこい、コミックソングみたいな感じってことですか。なんて言ったらいいんだろう、テンションがって感じ、テンションがすっとこどっこい、わかんないわ、抽象的すぎてわかんない、電波まではいかないんだけど、うん、あ、これ今流してる、あ、これラブレターフロムカフェやね、そう、あ、そうそう、そこは結構すっとこどっこい、いっぱい出てくるの、この短い時間にね、電話まではいかないんだけど、なんか聞いててテンション上がるみたいな、なんかちょっとすっとこどっこいな気分になるのがすっとこどっこいわ、もういいね、聞いてください、すっとこどっこい、すっとこどっこい、でも本当いろんな特徴が、そうなん、収録されててかっこいいのもあれば、そうなんですね、イケミレディーな時もあるし、若ミレディーな時もあるし、そうなんです、いろんなミレディーが詰まって、いろんなミレディーをしていて、すごい楽しかったです、うん、そしてですね、今回の初回版 A には、うん、特典ブルーレイの特典 CD が入って、うん、で初回版 B には、うん、特典 DVD が付属しています、うん、はい、なるほど、はい、で初回版 A のブルーレイには、うん、僕のティンカーベルのミュージックビデオとメイキング、
特典 CD にオリピメとピコ星がネトゲで毎晩チャットをしている件、うん、スピンアウトドラマ CD 覗かれた夫婦喧嘩の巻、うんうん、もうちょっとよくわかんないんですよね、ごめんついて一応説明しますね、うん、で初回版 B の DVD には、うん、僕のティンカーベルのミュージックビデオと、うん、また出ますオリピメとピコ星がネトゲで毎晩チャットをしている件のオーディションが収録されている、うん、ーオーディションって何だよ、ね、本当にこれはどこから説明しましょうか。なんだこれ、かの有名なオリピメとピコ星がネトゲで毎晩チャットしてる件っていうアニメが、そうわかる、で感動的なね、でも本当に感動のストーリーで、あの日本中が湧いたアニメがあって、でそのアニメの曲どこで放送されてる、ちょっとどこだったのっけ、あれだったの、ありとあらゆる曲でやってた、そう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 、プチミレ TV でやってた、プチミレ TV でね、あの違うんですよこれね、あのカレンダーガールの時に、あの全曲仮想タイアップっていうのをつけてたんですよ、そうなんです、でそれの時にあのハッシュタグ彼氏いませんっていう曲があって、はい、その曲のタイアップとの設定でオリピメとピコ星がネトゲで毎晩チャットしてる件っていう作品が勝手にあって、 そんなアニメは存在しないんですけど、それのドラマ CD そう、スピンアウトドラマ CD と、あとはあのそのアニメのオーディションの収録っていうのを、派生の派生の派生みたいな、そうそう、仮想の仮想の仮想みたいなねこのオーディションの動画すごくて、はい、あの早見翔さんとか五十嵐さんとか見ましたよ、ありがとう、ありがとう、ちょっとドキュメンタリー風な感じでね、そうそうそう、いやちょっとドキッとしちゃいましたよね、うん、まさに本当スタジオで、うん、ね、本当にディレクションされてるね、風景が見れて、こんな感じだよなってなってね、結構ハイメさんガチディレクション入ってたそう、ね、そうめっちゃ面白かった、うん、あとねやっぱり2人 の、うん、あの声優としての、うん、もう表現力が半端なさすぎて、うん、嘘、あれからそれ感じてくれた、ね、感じました、ニワトリやられてましたよね、ニワトリのオーディションね、なんか胃の中にミミズが10匹入ってる感じでみたいなそれでもなんか分かったんだよね、それが、ね、何を言われてるか全然分かんなかったけど、うん、ちょっとなんかやんなきゃな結構ありますね、そういうのね、無茶ぶりだったもん、ね、うん、武田さんはやっぱ牛感が、やっぱなんか安心する牛キャラとか ね、そうなんですよ、そういうお肉関係のやつはもう武田さんってやっぱり、うん、牛役を受けにまあ言うて共食いになりますけどねやばいちょっとうちの間に何やん、面白かったですね、うん、そして MV、 はい、 MV、 僕のティンカーベルのミュージックビデオですけど、はい、それもすごい遊び心というか、可愛かったです、うん、割とプチミレは MV のすっとこどっこいなことが多いんだ、そうだね、割と今回もすっとこどっこいで、うん、実はマッチョさんが出てくるのは2度目という、うんうん、2度目なんです、そうなんです、前ね箱根箱入り娘っていう作品でも、はいはいはい、あのマッチョの皆さんにご協力いただいたんですけど、うん、今回別のマッチョさんに来ていただいて、別の方、ニューマッチョさんに、そうニューマッチョさんに来ていただいて、まあ、我々 の、 あのワイヤーを引っ張ってもらうっていう、結構飛んでましたよ ね、 ねすごい高かったよね、あれね、相当フライングしてると思いますね、あれやっぱ体痛いんですか、でも私たちよりやっぱ引っ張ってる人の方が痛いと思う、しんどいだろうなと、しかもマッチョさんたちそんな、ね、常日頃からワイヤーやってるわけじゃないもんね、そう、うん、あの筋肉が見せる筋肉だから、またちょっと力のものとは違うというか、なるほど、みたいなのはあったと思います、だから本当にあの機構を使うためだけにそのスタッフさんが入って、うん、撮ってくれてるプロのね、そうプロのね、そのワイヤーとかって自由自在にこう自分でこうここに行きたいみたいなのできるんですか、全然できる、あの最初にあの何ですか、離陸する時の踏み込みでも向きが変わる、あ、もう全部決まるんだ、へー、でもなんかそのワイヤーを支えてくれるお姉さんがそういうワイヤーアクションができる人で、うん、そのお姉さんはすごい自由自在だった、すごかった、じゃあ練習すれば、練習すれば多分できる、本当にティンカーベルのようにね、くるきれいにふわーって出るたもんね、かっこいいっすね、それを見るとめっちゃ簡単に見えるの、うんうん、そうだから私たちもできると思ったこれ余裕だ、パッと見ね、私たちよくワイヤーで釣られるし余裕だわって思ってたら、はいはい、超難しくなった、全然いかなーってなって難しい、ね、でもなんかそのミュージックビデオの衣装もそうですし、うん、ジャケットの衣装もすごい可愛くて、うん、毎回プチミレの衣装がすごい好きで、嘘、嬉しい、いつでも着てくれていいんだよ、うん、リナちゃんがリナちゃんがじゃあお下がり的な感じで、お下がりで、お下がり、ね、でも毎回こだわりとかあるんですか、こういう風にしようとか、でもなんか割と衣装はこういうのが好きみたいなのを言ってるかもしれない、うん、そうだね、なんかねプチミレよく被り物をするんですよね、確かに前になんか、うん、でっかいやつ、ハニワとか、ひまわりとか、ハニワだ、そう、すごい印象的、いろいろカツラとか被ってるんだけど、被り物に定評があるもんね。今回は限定版 A とあとあれか、通常版の方についてるやつがあの鹿耳が、うん、また被ってる、鹿耳と鹿角がついてる、またニッチなところ。でもね、今までで最もあの普通に可愛い被り物だった気がする。
定番可愛い感じ、ね、そうね、そう動物耳だからね、うん、そう可愛、はい、いありがとうございます、はい、そしてこのプチミレディなんですけれども、はい、12月10日にライブがあるということで、はい、せやねん、そうなんです、はい、ぜひ詳細を、歌います。あ、歌いますピットンね。ソースアルバムを引っ下げて私たちは歌います。そう。はい。すげえ歌う。そう。そう何キャラ？だから遊びに来てほしい。そう。すげえ歌う。逆に言うと、今こういうことしてほしいみたいなのがあって、うん、ちょっと面白いなとか、そういうお金かかんなくていいなとか思ったら採用してくださ、うん、いいな。そこ大事、ね。大事です、ね、予算あるから、ね、ライブには、うん。なるべくね、あの、低予算で面白いことしていきたい。ね、そうでもこのなんかアルバム的にはこう、童話がこう、どんどんね。そうですよ。始まっていって、みたいな結構なんか私の勝手な、うん、願望だとなんか結構今回のアルバムって曲順にもこだわって作らせてもらってて、うん、だからなんか曲順通りにライブやりたいってすごい言ってるんだけど、うんだねまあ、予算とかもあるしいろいろありますからね、カットになる可能性もね、はい、ありますね、楽しみですね、そのチケット先行抽選予約申し込みがこのアルバムに封入されてるという、うん、その通りよ、はい、ありがとう、そこ一番大事じゃない、大事、それを私言ってほしかった、ごめん忘れてた、忘れてた、それ大事、ついてるんですよ、ついてるんですよ、このアルバムを買うとライブに来れるかもしれない、うん、すごい、12月10日ですからね、はい、よろしくお願いします、まあ、ではですね、ここでもう一曲お届けしたいと思います、お二人から曲紹介お願いします、はい、はい、それでは聞いてください、プチミルディでシンデレラビヨンドザディスティニー、お届けしたのはプチミルディでシンデレラビヨンドザディスティニーでした。